こんばんは。ではこれからストレッチ講座やっていきたいと思います。で今日は普段来てるスクール生に加えてスクール通ってない方も来ていただいたりしています。で今日の時間を通してストレッチ講座ということで今日やっていくので、ストレッチの大切さだったりとか、どういう風にやれば怪我をせずにできるかとか、長い間パフォーマンスを維持できるかってところを理解できて変えれると思うんで、ぜひ自分のものにしてください。大学3年生まで野球やってて、怪我をしたのをきっかけにこういうトレーナーとか整骨院に働く道を選んで、そちらの方に、勉強することになりました。で野球やめたきっかけもその怪我をしたことによって、野球やめてしまったんで、みんなとか少し子どもたちはもちろん。指導者の方いたら、そういうふうな子どもたちを作らないようにしていただきたいなとか、怪我からどう回復したらいいかとか、怪我予防につながるストレッチとかを覚えてもらえればいいかなと思って、こういう会を、やらせていただくことになりました。じゃあ実際にやっていきたいんですけども、まず一番最初の、FFD っていうですね、指先と床の距離を測るようなテスト、やったことあると思うんですけど、前屈ですね。で足しっかりつけてもらって、でそのまま膝曲げないように、体を前に振ると思います。すごい柔らかいですね。すげえ。あ、これは現役選手ですよね。はい。伊藤さん見せてもらって。おい、柔らかいですね。俺の勢いです。勢いです。すごい勝手ね。子供たち。どうやってみて。ああ、やばいね。すごい。どう？硬いね。もう一回やってみて。硬いかな。できる？おー、やってみて。おい、おー、やばい。おー、かもいい感じですね。これは一つの指標ですね。これ何見てるかって、ももの裏の硬さとか、クラブ、足の後面の硬さを見てるテストになります。で、2つ目が腰部伸展テストは、で、膝を、これも曲げないようにしてもらって、胸の前にバッテンします。後ろにぐーっと反ってくる動作、これ前面が伸びてくるところですけど、これやってみてください。各自ぐーっとやってみて、腰痛いなとかうまくいかないな、子供は割とやらないですよね。すごい柔らかいですね。ぐーっとやった時に、そうこれあんまり無理しなくていいですよ。腰痛いっていうか無理しないで、こういうのもあります。首がちょっとうつ伏せになってもらって、HHD という太ももの前のチェックになります。かかととお尻の、距離を測るテストになります。ぐぐっと曲げてきた時の距離感どれぐらいあるかっていうのをちょっと隣の人と比べてみてください。うつ伏せになってもらって、硬いね。硬い。お、喜んでコート3分の1。普通に。1個と3分の1ぐらい。これはももの前の筋肉のテストになります。じゃあ次どうぞ。超でかい。結構欲しい。1個半ぐらい入ってます。やばいって。硬いですね。硬いです。やばいぞ。硬いよ。こっちのがマシです。マシですか。こっち1個です。こっち1個半です。勝てんだよな。今日はやる人もいると思うんですが、右足が1個半、左足が1個。で続いて体の前、体幹の回転ですですね。で体の前で手を、でそのまんまぐっとひねっていく。でひねった時にどこまでいくか指標を決めてもらって、終わった後と比べてみてどうかっていうところ。バッティングでもピッチングでもすごい大事な動きになってくるので、覚えてみてください。こっちへ行きづらい。そうですね。こっちはきついですね。だんだん開いてます。開いてます。きついかもしれない。次ですね。バンザイテストっていうのがあります。そのまんまなんですけど、単純にバンザイしてもらったときに。右手と左手の位置とか、どっちが耳に近いかとか、鏡見てもらうと分かると思うんですけど、あとは左右からね、右手の方が上がってないよとか、そう、肘が曲がってるとか、そういうのも全然。いい投げの人は右が上がらないことが多いですね。その通りです。その前で肘と肘つけます。胸の前ぐらいで。で、この肘が離れないように、鼻よりも上に上がってくれば、こう。上がる？あ、もう一回下げる。おしなが、お邪魔して。頭を上げて。硬いね。なんか顔隠してるだけみたいな。いやいやば。っていうか、全然痛くない。どこないんだけど。これをピッチャーの人とか投げ終わった後は指標にしてもらうといいかなと。ここが張ってくると肩、肘下がってきて怪我しやすくなってくるので、投げる前と投げ終わった後に比べてみるとだいぶ変わってくると思います。最後オーバーヘッドスクワットっていうので、手を万歳したまんまそのままぐーっとスタートしていきます。これすごい大事で、足首、膝、股関節、胸椎、肩全部のチェックになります。お子さんお母さんも家でこういうチェックをしてもらうと子供の怪我を早期に発見できると思うので、今日覚えたものを家でも使ってもらえればいいかなと思います。前出てる前出てる。肩が。これしましょうか。右足にまずこのバンドをかけます。大体土踏まずぐらいのところにですね、バンドをかけてもらって、ストレッチをかけていくんですけど、なるべく足首に近いところ持ってもらって、足首に近いところ持ちます。そうで、膝伸ばしたまんまですね。膝しっかり伸ばして、30秒同じポーズにして。まだ伸びしろありますね、伸びしろが。ヒューがこれ破れそうだな。大丈夫、破れない。楽だったらもうちょい。グイってしていいんですか？はい、そしたら今度はそのチューブそのままです。同じ方の足で一回いきます。同じ足の今度は右手側のチューブだけ両手で持ちます。右手側のチューブだけ、そうそうそう。で、足がこっちに返る。で、ふくらはぎを中に入れて筋肉伸ばしてくるんで同じ状態、そう、これでキープします。30秒お願いします。しっかり肩伸ばして、自分にやばいです。じゃあ実際にさっきやった、チェック項目ですね、やってみましょうか。少し取りやすくなってれば、この筋肉があまり伸ばしてないけど、ついな。自分に厳しくしっかりストレッチとかも継続してもらえれば、パフォーマンスも上がってくるし、被害予防にもつながるかなと思います。すごい手前となりました。来年も BC リーグで、プレーするんで。宮原選手の、インスタ、ツイッターのリンクは、概要欄載せてますのでチェックお願いします。ぜひよろしくお願いします。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV。T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あと、ちょっと、頑張っていきますので、皆さん、応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。「この手で塗り替える」「人が決めた愛はいらない」「Breaking Deep Night ロリアスライダー」「中途半端逃げ道を」「Play for Play Life 断ち切るのさ」「磨き抜いた切れ玉で」